久しぶりにフレンチトーストいただきました。いただきます。後で公開します。いただきます。性格の姿もうすでに誰か皆さんもう持たねえかなって、ね、うん、おいしい。控えるわ、トラちゃんです。あ、来た、うん、パンが好きなマラちゃんがすぐ来ましたね。食べようよ。社長さんもへそてるです。いつもね気持ちいいんだ。多分な、なんで撮影の邪魔をするわけ。ばあさん耳が裏がってんじゃねえよ。かわいそうに、しかも逃げちゃったし。チュラさんはカリカリいっぱい食べ、チュラ先生のキッキを食べて、その後、鶏胸肉の水分補給舐めてますね。まあ、ちょっと変色気味みたいな、まあまあちょっと違うんですけど、こんだけカリカリを食べることってあんまり今までなかったんで、どうしたかなと思ってんですけどね。まあでもこの鶏胸肉は好きですね。我が家で一番大きい猫と一番ちっちゃい猫が一緒に寝ています。トラちゃんとテトちゃんです。優しいね、トラちゃん。テトちゃんいいね、みんなに可愛がってもらって。眠いよ。おやすみ。目が開かない。二人とも可愛いです。えちみ。またちょっと今日発熱です。今7度ちょっとなんですけど、でちょっと横になってもう編集と思ったんですけど、ちょっと電話、牛小屋にいた子猫ちゃんの主さんから電話があって、2匹ちょっと親に噛まれてご飯あげてなくてっていう話で、ちょっと様子を見に場所も分かったんで行ってきます。はい、すいません。すごい、うわ、立派な牛舎ですね。はい、こんにちは。あ、今がいいかも、引き上げるの。もう全然立派。猫のお母さん頑張ったわ。猫のお母さん。これぐらいで、あのね、日向に出しとくとね、弱っちゃうから、ちょっと日陰の風通しのいいところがいい。ありがとうね。足からチック牛のところに。ごめんなさいね、牛舎。こう普通の靴で入っちゃう、本当はいけない。大丈夫です。あ、でもき、もうすごい綺麗な牛舎。はいはいはい。あ、ね。お母さんも可哀想だったね、じゃあね。もうしょうがなくてかもね。ちょっとこれをお母さんの様子を見ようか。あ、これね。ああ、汗に。ここはお母さんですね。手前にあれしちゃった子がいますね。もしかしたらネズミにやられたかも。あ、本当ですか。このお母さん猫もそんなに1歳になってるかなぐらいなんですか。そうですね、若いですね。これもう埋めないとすぐあれしちゃうね。もう2時前ですね。よいしょ。さあ、もう今日は暑いので、
水をあげます。はい、はるちゃん、暑いよね今日。はい、どうぞ。どうかな。はい、だいぶ減ってたからね。もういい。いいわ。いや、出ました。これぞ入道雲ですね。お見事です。さあ、さすがに読めないですね。いや、やっぱり、船が入ってきましたね。鹿児島行きです。それぐらいちょっと時間を押してますね。不思議ですね。猫をレスキューすると熱があるのも忘れますね。面白いもんです。さすがにもう猫はいないので撤収して、サビちゃんのご飯、ママさん休みなんで、あれをやつ、これは牧草なんですね。もう雑草化してますけど、牧草でこれを発酵させて、乾燥して発酵させて冬の餌に。よし。よいしょ。向こう落ちた。はい。振りだけですね。よし。はい。よいしょ。目も開いてないって言われてたんですけど、しっかり開いてますよね。よいしょ。ちょっと体重を測ります。よし、こっちのこのやっぱり276ですね。276。あ、一生懸命。よし、こっちが230ぐらいじゃないかな。こっちは300ありますね。300ですね。まあ、2週間ですね、ミルクを飲ませるとして、まあ、300としてミルクを飲ませていこうと思います。シリンジも10でいけるんじゃないかなと思いますね。かわいいね。お母さんが舐めてくれてるからとっても綺麗ですね。やっぱりこれぐらいが一番いいかもな。かわいそうなことしました。2匹まだね、おっぱい出なかったんだね。